久保さん、こんばんは。気になる男第138話。第138話でございます。よろしくお願いします。さあ、今回は億万長者から見えている世界というお話で進めていこうかなと思うんですけれども、前回のお話で億万長者の世界から招待状を受け取れる、招待状っていうお話していただいたんじゃないかなと思うんですけど、それが届くか届かないか、そういうところもあるとは思うんですけど、その届くためには招待状が届くか届かないか、そこっていうのは人への人間性じゃないかなと思ったんですね。ただこれも一つ別の考え方があって、別に人間性がどうだろうと、その域ですよね、これ億万長者っていう話をしてるんですけど、その域に入れる。別にね、人間性がどうとかそうじゃなくて、やれば別に億っていう数字は手に入るよと。ただ手に入ったところで、その人間性にしっかりと入りきれるのかと、その器にしっかりと、懐にですね、懐にしっかりと入りきれるものなのかっていうところが重要なのかなと。でないと結局一度手に入ってもこぼれ落ちていくんじゃなかろうかということを考えたりもいたします。一流の武道家であれば、その武道家独特の空気感があると。それと同じように、1億2億という数字はやはり少し空気感が違うのではないのかなと感じている次第でございます。1億2億3億ですね、この数字を見たときにどう思うのかですよね。なんかワクワクしたり、こう気持ちが高ぶったり、するのはどうなのかと。その日が来たるべき日に日々備えておく。その日がやってきた時に戸惑わぬように、しっかりを毎日積み上げていく。これが大事なんじゃないかなと、より感じた次第でですね。特にこの身近で、身近といっても、こうパソコン越しという言い方が、ネットワーク越しですね。ネットワーク越しで感じれる奥の世界。その奥の世界というところが近づいていて、それに対してじゃあ今の自分というのは、その奥という世界に入るのにふさわしい人間なのか。たとえ招待状が来たとしても、その招待状を受け取って奥という世界へ足を踏み入れた時に、しっかりと浮き足立たずにやっていけるのかと。そういう自分に今なっているのだろうかというところを、こう考える必要があるんじゃないかなと思ってますね。奥という数字に圧倒されずに、淡々と過ごしていく。今やろうとしてでもできてないと、これは今お金を稼ごうとして、できてない人っていう、ちょっと今話題が一瞬無理やり切り替わったんですけどこの淡々として過ごすという正反対に位置する考え方を今からちょっと話そうかなと思うんですけど、今お金を稼ぎたいです、億という数字
を狙ってなくたとしても、まあ、100万でもいいですし、1000万でもいいですし、そこをこう、目指すというか、目指すよりも、こう、とにかく手に入れたいと。今すぐ手に入れたいって感じですね。まあ、そういう方っていうのは今できてないからこそ、欲してやまないとは思うんですけど、よく言い訳で、人に邪魔されてるから、できてないんだよと。ちょっといろんなこういう理由でできてないんですよって、いろんな理由があると思うんですけど、まあ、これがその人のせいにしてませんかっていうところになってくるんですよね。もしかしたらそれはね、厳しい言い方に聞こえるかもしれませんし、いやいや、それは無理なんだよと、頭から否定されるかもしれませんけども、邪魔する人と付き合っている自分を見直すことはできませんかねっていうところ、これは自分にももしかしたら言えるかもしれないですし、これを見てる視聴者の方に響くかどうかは分かりません。ただその付き合っている人を選ぶことによって何かこう変わってくるんじゃないかと、今まで人がね、なんかできない理由を人のせいにしていた、知らずというか意識の中で。でもそうじゃなくて、その付き合っている自分が何か問題があるんじゃないかというところにこう、まあ、正面向いて向き合うというか、まあ、これは自己否定になっちゃうんで、人格否定にももしかしたらなるかもしれないんで、今までの生きてきた自分に対しての否定が人格否定になってしまうので、非常にあまり向き合うのは大変かもしれませんけど、ただそれをやっていかないといけないんじゃないかなと思ったりもして、まあ、先日ですね、まあ、昨日この緊急のお知らせね、緊急のお知らせが出たと思うんですけど、まあ、見てる人は見ているのかなとは思うんですけれども、11月22日火曜日ですね、今収録しているのが火曜日の2時、ちょうど今3時を回った頃なんですけど、何時間後って言えばいいんですか、21だから3引いて18時間後ですね、18時間後にこの舞姫大学奈美さんとのコラボライブが始まります。これ第1回ですね、まあ、こういうのがあるんですけど、本当に誰のせいにしているのかっていうところですね。自分のせいなのか、それとも誰か他のせいにしているのか、お金を稼げていないのは誰のせいなのかっていうところを今一度考える必要があるのかなと。人のせいにしたくなる自分が邪魔しているんじゃないかなと、まあ、ここに気づきたくないんですけどね、正直。誰かのせいにずっとしていたい、自分がいると思うんですけど、それでいいのかなっていうところにもなってきますよね。自分の意思はどこに向いてるのかと、もう問いかけばっかりなんですけど、ひたすら自問自答する日々なんですけど、そうなってくると億という数字に向かうためにコツコツやれることは今やってますかと。まあね、これ深夜3時なんでね、こんなことを深夜3時に言ってもしょうがないと思うんですけど、ただちょっとこれ思い出したのが、IT エンジニアで結構大変ないわゆるちょっと炎上プロジェクトみたいなところに入ってた時期があったんですよ。もうそれはもう一度入ったらもう抜けられないというかですね、まあ人がどん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 辞めていく現場だったんですよ。まあなかなかプロジェクトとしても非常に難しくて、銀行のシステム統合でなかなかうまくいかなかったんですよ。あれは神田の現場だったかな、神田と豊洲の現場をなんか行き来してたんですけど、で大体、まあ、帰れないんですよ帰れなくて、で夜の3時ぐらいに始まるんですよ、会議がいきなり。みんな起きろっつって、問題が起きたっつって、まあ、いつも問題なんで、もうもはやもう問題が起きたと言っても誰も何も言わない誰も何も反応しないんですけど、でこうね、プロジェクトリーダーみたいな方がホワイトボードをねガンガン叩いて、起きろっつって、今から俺たちのやることは決まったっつってね
いうわけですよ。もう散々ね、やることを何回も間違えてきて、もうほとほとみんな疲れ切ってる朝の3時、まあ、3時とか行ったらもうカップラーメンとかみんなもう食べてもうぐったりしてるって、パソコンを開いてるのか閉じてるのか、まあ、やってる人はやってるんですけど、ほぼみんなこうパソコンの前に突っ伏してこう倒れてるっていうね地獄絵図が見えるのが大体3時か4時ぐらいなんですけど、みんな起きろと、今からやることは決まったと、すぐ取り掛かれって言うんですけどね、まあちょっとねみんな限界っていうね、ちょっと急にそんなこと思い出したんですけど、そのコツコツやっぱりやれてますかっていうところなんですよね。まあそのよくその現場で言ってたのが、最短距離で走りたいんだと、だから頑張れって言うんだけど、もうみんな気づいてるんですよね、これは無理だと最短距離とかそういう問題ではなくて、しっかりとそのやるべきことをもうちょっとなんかやらないとこれダメだろ、根本的にダメだろうっていうことにみんな全員が気づいてるんですけど、まあ気づいてない人もね、人が一人こう声を荒げて頑張ってるわけですよ。まあ、そういうのをこうちょっとね思い出したんですけど、そして久保さんから言っていただきましたよね、40代でも遅れませんよと、まあ、送り人の話、送り人という言い方をねちょっとしたくて、遅れないっていう表現を使ったんですけど、20代では200万、30代では300万、40代では400万っていうモデルケースがあったとして、まあ、それだと行かないと行かないし、生活に全て、食いつぶされていくと、奥にも行かない上に何も残らないっていう20代30代40代を過ごして、次の50代に突入するわけじゃないですか。これあらがち嘘じゃないと思うんですよ。逆にその年収が高いんであればこういうビデオ見てないと思うんで、すごく胸が痛いというか心に刺さるところじゃないんじゃないところなのかなと思うんですけど、だからこそその毎日やっている積み上げっていうのが自分への自信となるんじゃないかと、毎日こう積み上げれてないから逆に自信がないのかと、自信がない、自信をつけるためにはじゃあどうやっていくのかっていうと、日々自分がやっていることに対して、あ、よくやってるなと、自分よし、じゃあここまでやったならいけるんじゃないかなと、じゃあ明日も同じように頑張ろうっていう、この日々の積み上げが自分の自信を作っていくんじゃないかなと。ここですよね。ごんべんに置く。ごんべんに置くですね。ごんべんに置く。臆せずに置くという言葉を言うですね。臆せずに置くという言葉を言う。臆病なのは何とかっていうと、やっぱり日々積み上げれてないからなんじゃないかなと思ったんですね。これは自分の感覚なんであれなんですけど、自分が毎日どう過ごしているのか、そしてどういう時間を過ごしてきたのか、過ごしているのか、そして最も重要なのがここなのかなと思っていて、残り時間はどれくらい残されているんでしょうかというところですよね。残り時間、もちろん今頭は快活に回るでしょうし、人とのコミュニケーションもしっかり取れると思うんですけど、いずれ置いてきますよね。その時にどういうことができているのか、遅くなってしまう、手遅れになってしまえば遅いですよね。なんかそういうことを考えて、そしてずっと話題に触れてなかった前々回のね、年々コロリを、年コロリというお話、久保さんからしていただきました。これがやっぱりここにつながるんじゃないかなと。まあ楽しそうなこう夢を見てると、楽しそうな夢を見てると深い、でもそれは深い眠りだ、もう目覚めることはできないと言うんであれば、この小さな夢を見てるっていうの、まあ幸せな夢を見てるっていうのは、この小さな行動っていうのを妨げているんじゃないかなと思ったんですね。小さな行動は
を妨げている夢を見るっていうことは、ということで、まあ、今日のね、今夛ですね、まあ、愛媛大学でコラボ大学が、コラボライブやります。やりますというか、そもそもどういうふうにやるのかっていう打ち合わせからすでに入るんですけど、ね、やり方なんか決まってないんで、でも普通そうですよ。やり方が全部決まって、それでスタートするなんてなかなかないと思うんですよ。それは、ね、なんかもう全てが決まっている状態なんで、全てなんて決まらないですよ。だから決まらないなら決まらないなりにスタート切っていく、やっていくっていうのがこのコンセプトですので、まあ、このね、まず第1回のね、舞姫大学コラボライブを聞いてみてね、別に準備なんて整える必要ないんだと、ともかくやる意思さえあれば何か進んでいくんじゃないかみたいなね、ところをお見せできるというかね、そういうコンセプト、そういうコンセプトというか、そういうところをね、なんかこうリアル感が出てる感じでやっていこうかなと思いますんでね、もう完全にもう行き当たりばったりというかもうここにはそこにしかないリアルがあるっていうところのライブにしていこうかなと思いますんでね、まあ、ぜひね、お時間あれば足を運んでいただければいいし、まあ、ドタバタしてる中でなんとかこう一つの道を見つけ出そうと、まあ、そういう人たちを見てなんかこう感じるものがあればいいのかなと思ったりもいたします。はい、ということで、気になる男第138話、青億万長者から見えている世界というねテーマでお話しさせていただきました。ありがとうございました。そして久保さん第139話ですね、またこの奥というね、いろんな話すごくやっぱり気になりますよね。はい、ということで、また何かお聞かせしていただけるとね、やっぱりいろんなこう学びがあったり感じが違うのかなと思ったりもいたします。久保さん139話よろしくお願いいたします。はい、ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。またね、今夜ですね、もうこれで気になる男シリーズを見るのは次の日になるので、このコラボライブをね、終わった後のまたお話とか少しできればいいのかなと、ちょっとね、そういう話も入れながら、またこの気になる男やろうかと思っております。はい、ということで、ありがとうございました。